な人みたいな。ずっと泣きそうな顔してたら、あ、泣きそうだからこんな声なのかって思われそうな感じの声してます。ちなみに今紅茶飲んでます。洗わなくていいやつ。蜂蜜入れました。蜂蜜いっぱい入れた。なんか飴舐めてたら治りそう。なんか結構今日の夜何回か起きちゃったんですよ。めっちゃ早めに寝たけど、なんかクーラーつけてたけどタイマーにしてたから暑くて消えたら、で結構ことあるごとに目覚めちゃって、その度に「あ」とか言って声治ってるかなってやってたら、なんかめっちゃ治ってて「あれ？あれ？」とか言って一人でやってました。だけど夏になったらクーラーが暑いって感じるたびに目が覚めちゃうタイプなので、これからいっぱい目覚めるんだろうなって思いました。だいぶ治りました。ほんまに朝で出てないだけって感じ。だって寝起きってさ、いつも声出てなくない？よかった、2日で自分取り戻せた。てかさ、ルシファーゲットした。ルシピン。しかもなんか時間経ってずっと喋ってたらガチで普通に戻りそう。よかった。おはよう。おはようございます。これ食べてみようかな。これもね、あのショールームのなんかギフトでもらったやつです。いただきます。うん、美味しい。うん、四国やって。今日が四国大好き。え、四国にさ住んでる人にさ出会ったことないねんけど、四国の人いますか？でも兵庫県から結構近いから、え、関係ないか兵庫。え、四国さ出身の人おらんの？え、んゼリー美味しい。
みんなおはよう。みんなこんな朝って何してるんですか？いつも聞いてるけど。うん、これマジ美味しい。熱くない？え、今日ってさ、天気どんな感じ？曇ってない？そう、いつも聞いちゃう。なんかみんなが何してるかめっちゃ気になる。朝から今日ちゃん見れて幸せ。朝の強化です。蜂蜜飲んでます。仕事行く準備か。もうそろそろやな。ていうかさ、なんかほんまにそんなに朝に出かけることとかさ、もうないやん今って。たまにしか。でこの間リハがめっちゃ早くて、朝ガチ通勤ラッシュに見舞われて、すごいサラリーマンのスーツの人たちの中、ジャージを着た若い人が歩いてて恥ずかしかった気まずかった。みんなさ出勤みたいな感じやのに、一人だけめっちゃジャージで駆け抜けていきました。通勤時間が楽しくなった。よかった。え、結構朝ってさ需要あるよなと思って、なんかめっちゃ目覚めよかったから着てみました。なんか今日めっちゃ目覚めよかった。普通にパッと起きれた。ああ起きようってなった。結婚して、あのちょっとまだ声が感知してないから無理です。コーヒー飲んでます。優雅だ。そう、今日かも出勤中、出勤姿だからまあいいかって思いました。え、そう、朝配信だからまたやろうかなと思って。あの毎日は絶対できへんけど絶対できへんけど、まあ朝早くすっきり目覚め出た時はやろうかな。まあでもな、決めてやっちゃうと自分の性格上楽しくできないから、その毎週何曜日はやるとか、毎週、何日はやるとか決めると自分はできないタイプなので、ちょっと許してほしいんですけど、あのそれだけは。でもたまにね、こういう目覚めた時とかやってみようかなみたいな日は、まあ、やってみたいと思います。でもなんかさすがに配信予告とかさしろよって感じやんな。いや、強化のファンの人ってさ、そういうの言ってこうへんからさ、すごい優しくて好きだなって思うんですけど、その優しさに甘えてしまっているので、あの気をつけたいと思います。運命できる時で大丈夫。優しい、マジで優しいよ強化のファンの人たちって。ほんまにありがとう。まあランダムなんで、そんな朝配信これからめっちゃやるかどうかわからんけど、でも結構たまにやったらこうやって結構喜んでくれるから、確かに出勤前に推しメン見れたら嬉しいなって自分も思うから、たまにねやりたいと思います。でも結構曜日感覚がバグってるから、普通に土日の朝とかにやりだしても許してほしい。あ、まあまで良きすぎる。え、そう、なんかもう告知もできひん、ほんまに
許してくれだから別に怒ってもいいよ、怒るかもしらんけど最悪すぎやっぱ怒らないでください。曜日感覚がバグってるから、その土曜日とか日曜日とかに、まあまあ土日に仕事ある人も全然おると思うんだけど、あのおはようって今日も頑張ってねみたいな言い出す可能性あるけど、まあまあまあそれは許してあげてほしい。でいつも夕方ぐらいになったら、え今日土曜日なんて知らんかったみたいな多分言い出すと思う。なんか外出たらめっちゃ人おってんけどみたいな多分言い出すと思うんですけど、また言ってるみたいな、毎週言ってるやんそれみたいな、そろそろ覚えたらどうって思っといてほしい。ほんまに懲りずに毎週言ってるから言ってほしい。みちゃんいくらでも言う。うんるし、まあそんなガチガチに決めるものでもないと思うので、またやりたいと思った日に急に朝配信したいと思います。ほんまにたまにやるとすごい喜んでくれるから嬉しい気持ちになります。お互いピーキョッピーだねと思います。本当におはよう。結婚して、あのちょっとまだ声がガスガスだから無理です。あれ治ってるこれ言い訳にできひんくなってきた。ちょっとまだこの言い訳使わせてもらおう。もうこんなたった一日でここまで戻れて嬉しい限りです。なんか声枯れてる時ってさ喋りたくないやん。なのにさ、あのレジ袋はご利用ですかとかさ、あポイントカードお持ちですかみたいな聞かれるとさ、あもういいですってなるよな。毎回聞いてることなんですけどね、聞かれてることが。でももう喋りたくないからさ、てか声出えへんからさ、いやってなって、202日まあ普通にさ、この配信さどこまでいけるか己の力を試したいよな。毎日配信チケットは8枚ぐらいありました、気づいたら。マジで高知行きたい、ほんまに高知県大好き。まあ、これ愛媛なんですけどね、ほんまに四国大好きなんですよ。
これはショールームのなんかポイント達成で選んだやつです。ギフトフルーツのやつだったんですけど、このゼリーが美味しそうでゼリーにしました。あとは冷凍のいちごアイスを40個ぐらいもらいました。でもう一個またこの間もらったから、次は何を頼もうかなって考えてます。本当にみんなのおかげで美味しいご飯が食べれて幸せです。愛媛、徳島、高知、愛媛、徳島、高知、香川、四国は好きだから言えます。だから近いしね。そう、40個買ったけどもう半分以上食べた。こないだなんかお肉のやつももらえて、焼肉かしゃぶしゃぶ系かみたいな選べるやつがあるんですよ今。めっちゃワクワクする。あと有名な焼肉屋さんのチケットがめっちゃあるんですよ今。やばい、めっちゃ溜まっててなかなか行けなくて、だからね食べ放題できるんですよ高級焼肉屋さんで。やばくない？ほんまに。だから今日がショールーム頑張る。美味しいご飯食べれるから。だからみんな見ててください。やばいでしょ。だからそれ行った時は絶対写真あげるな。あと高級ホテルのご飯みたいなのもあって、普通はそんなお店で京香ならキムチなんて頼めないじゃないですか。え、かわいい猫ちゃんのリーフありがとう。これあれみたい、京香の今年の生誕のお花のやつみたい。リーフの猫マイケルタワーありがとう。朝からありがとうありがとう。だからね、そう早く行きたいよ、その焼肉屋さんもそのホテルのご飯も。本当にみんなのおかげです。みんなのおかげで京香の食が潤ってます。嬉しい限りです。やばこれ。めっちゃいい匂い。お犬様ご飯くれてて可愛い。ずっと欲しかったこれずっと欲しかったこのパウダー買ったんですよ。でももう全部が鏡みたいになっててマジで見せれるところないんですよね。どうやって見せるの？全部が鏡みたいになってるんですよ金色の。エレガンスのパウダー分かったこれこの間買って初めて使ったけど超いいし、なんかメイク崩れしないらしいです。でその店員さんがめっちゃ可愛くて優しくて嬉しかった。なんかもう超ドスッピンのなんかすごい適当な格好していったのにめっちゃ優しくしてくれて嬉しかった。
うわ、ありがとう。楽しみにしててください。なんかめっちゃ優しくて、その店員さんがなんかなんでこんなに優しいのと思いながら、あれって思って、あの名札がちらって見えた時に研修生みたいな書いてて、だからこんな研修生ってさ絶対緊張するのにさ、知らんけどもう慣れたあの何年目の研究生かもの場合もあるけど、教科たちみたいにだけどあのすごい優しくて丁寧で、だからあのこの気持ちを忘れないままあの素敵な店員さんになってほしいなと思ってマジで絶対京香の方が年下やのに何言ってんねんって感じなんですけど、やっぱデパコスの店員さんってたまに怖い時あるからさ、このまま育ってほしいなって思いながら見てた。だから京香も感化されちゃって、やっぱり研究生の気持ちを忘れずにあの進んでいこうってめっちゃ思いました。だからその店員さんにめっちゃ感謝してます。あの時の気持ちを忘れないまま育ってほしいし、育ちたいと思います。もうほんまにいい人でした。だから京香も気持ちは研究生のままでこれからも研究を続けたいと思います。でもね京香結構日々研究してる、なんか意外と何も考えてなさそうで意外と考える派で、なんかこれをこうするためにはこうなるためにはこれができるようになるためにはどうしたらいいんだろうみたいなことを結構考えるんですよ、頭の中で。たまに書いたりもしますそれをまとめるっていうことを結構やります。意外とこう見えてそういうことしたりします。意外でしょ。だから今年の目標というか今年頑張ることも書いたし、こういろいろ考えてますそう意外とノートにいろいろ書くタイプです。意外とそういうの好き、なんかまとめたりすること。 MBTI バレる、やばい MBTI バレるぞ、あんま言いすぎると。じゃあ MBTI がバレそうなのでそろそろ終わりにしたいと思います。じゃあランキング読みます。13位早しし焼き、12位ふーちゃん、11位みゃー、10位アンドハロー、9位ナリータ、8位山ぶどう、7位春、6位ピオリン、5位ふくふくは、4位よしこっこくん、3位ケイタ、2位ズッキー、1位マイケルでした。ありがとうございました。ちょっと危うくね MBTI がバレそうだったので本当にこの辺にしたいと思います。じゃあちょっと急遽の朝配信だったんですけど、見ての通り京香はあの完全に元気になったので安心してください。今日もいい一日を過ごしましょう。バイバイ。みんなお仕事頑張ってください。本当にこんな時間から起きて偉いです。
マジで偉いです。じゃあね、みんな。